Flying Clover Factory Simulator 2022 Welcome to the Flying Clover Factory Design Interface. r e m e e our motto. Clovers always turn counterclockwise. 時計回りじゃない .Use r h e keys to move the cursor and press X to control the s i m u l a t i o n r u n p a u s e reset がプラスなの。reset は p l u なの ああ。あいつが行き止まった時に半時計回りになるのか。プレス X とアクセスサートゥールバックス、プレス X アゲインとプレイスサターンタイル。んここにこれを置くってことか。こいつを置いたらターンするのか あっちに行ったら困るからってことねリセットあリセットプラスボタンが押せないここにターンここにターンここでターン <noise> えどういうこと時計回りに回ってんのかなあいつ。プレスレフト・オー・ライト・オワイル・ザ・シミュレーション・イズ・プレイング・トゥ・チェンジ・ザ・スピード。うん。これ、右回りっぽいね。だから、基本的に半時計回りに動いてるキャラクターを右回りに動かし直すことができるらしいってこと ここに置いて下から来た子がこっちに来てで回って回って回って回ればいいってことかな。で戻ってこれないから Now you can play crates, but be careful they require some space for safety. 今度は回転はしないけど、箱が置けるようになったよ。壁を作れる、押せる壁を作れるってことだけど、セーフティさっきの黄色く光ったエリアには置けないってことか。ここには置けない。えっと。 反時計回りにあるからこう来てこう来る全然わからんこう来てこう来てぐるぐる回って。 しちゃうだけなのでここに1個あるとこうきて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 ,こ,う来てここに1個あればいいこれクローバーだからさそのうち箱壊せるようになると思うんだけど。 プレッシンルオアーん, <noise> ん何の説明だ これ勝手に実行しちゃうな。2回押すと実行が勝手に走るのか。箱を置いてゴールしてほしいけどこっちに回っちゃうからここにあってここにあるとこう来てこう置いてこう来て。 箱2つある時ってどういうふうに動くんだろうああ全然これ僕ダメかもしれん。<laughs> これ解けないやつな可能性がある。なんかもう適性がないのがわかる。 フライアンドエラーーのゲームだいや本当は違うんだけどこう来てゴール埋めちゃダメだからこのライン上には置かないでしょうで下来るかどうか分かんなくて U ターンする可能性もあったりしてこうなったらでも こっから上この上がないもんなこれは早評価こういなくてもいいんだよねこれを押していって上に押していってだからこの空きスペースにまた別のものを置いたりはできてるこういうところに押していって押していってこと 来てここに入んないといけないからこれを2つ上に押せると嬉しいだけどそれはできないので直接上置けんもんなここに来ちゃうのでここにいっちゃうやつをここでこれ2つ下げなければいいんだよな。 ここに2個置いてあると嬉しい。だけど、上には来れない。 嗯。哦。Mm. Oh, oh, oh. こうすると見れるのか2つ押せるんだなんか今正解っぽい動き方してたなこれが2つ押して2つ目を上に持っていけるんだからもう1個ここに置いておけるとめっちゃ嬉しい。 あ、違ったここで変わんないか変わるないや、ここで上二段にしないといけないんだよなんかなんか上二段にできればいい これはこここにあっていいしここの上は置けないこれここに置いちゃうと上に持ってくことできないこれをぐるっと回してこっちまで持ってくるけどそこに一つあったら一個前で止まるこうか。 うん。いけん、プレスとんとかかんとか、はい。なめメ、あの、A, B, C, D, E, F。めちゃくちゃあるな。うん。 から来てここはゴールで箱だけ受けてここに入れるーはひとここが詰まった上でこれを左に持っていかないといけないんだよな。 こうなってるとこっち来て今下向いてて右向いて上向いてだからこれだとっずっと行ったり来たりしちゃうのか。 全然答えにたどり着ける置き方が見当がつかない真ん中のラインに戻ってくるようになるだからここに1個あると戻ってくるんだけど何も持たずに戻ってくるので。 別のラインで埋めたら次に真ん中に戻ってくる同じラインに2つ置かないといけないかなこれを上から下ろしてくるとこうやってまた戻ってこれるけどそうすると戻れるけど 真ん中に箱を置いとこうねっていうことができなくなるこの子を止めるような方法が全く思いつかないんだよなこうすると上行って下行って右行ってきてぐるぐる曲がっちゃうもんね 前に置くのはダメっぽい前に置くのがダメっぽいここに置いても反転する反転した後にでも動き出せればそれはそれでいいのかな一旦箱なしで反転してぐるっと回って真ん中に戻ってこれてみたいなちょ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 操作が めちゃくちゃゃくくかりにくいなこれああ違う違うんだってこうするとスタート直後にこうかこうするとスタート直後にこっち行って下行ってだから下でこうするとここで止まってで上行った時に下から上にあれこれ。 最初に自分が真ん中にいるから真ん中に別の箱を持って違うのか違うのか一旦ぐるっと回ってからこっち側からこうやって戻ってくると嬉しいとかなのかな一旦ぐるっと戻ってくる こう,うすると一旦こうやってぐるっと回ってきてあこれで戻れるのかこれはこうなって一個箱を持ってこっち来れてでゴールができないし箱も止まらないしなのでさらに もう二工夫ぐらいしな,いゃないでも全部今道になってるしそれ以外にストッパーになるような箱は置けないしなこうしちゃえばこうするとどうなる戻れるのかこれ戻れないのか 踊れるのかなるほど。なるほどね。こういう感じのゲームです。まあ僕はここまでかな <laughs>。ちょっと苦手です。これは。なんで僕はまあいいかな。ここまでで。かなりステージは多いんだけどちょっとまあ誰かがやってくれるでしょう。 ということで、えー、これは紹介程度ですね。Flying Clover Factory Simulator 2022というゲームでした。Laborational Thinking.Welcome to the lab.Click or tap into interact.Oh, スマホ対応してんの。Press the green play button to start the experiment.

クリックできる方が楽じゃない。こっちの方が直感的だよね。これさ、ブロードボタン、スループト、ディファレンス、シミュレーション、スピードこれね。こんなんやっちゃだめでしょあ。ターンボタン押かないといけないな。どこに。押して、ここでターン。こう来て、こうなって。ど、どっちだ、これ。 時計回りにターンするこうなってこうなるからここにこう行ってこうなったらこうなって同じとこ来ちゃうとダメだからこうしてこうしてこう来たらこの辺これゴールここかだからこう来たらこう来てこう来ればいいあれなんかなんか間違ってんの 右に、右に曲がって右に曲がったちょっと待って右に曲がる。そうか。左だ、お前。そうだそうだ。左になっちゃうんだ。右に曲がる。左に行ってしまう。のは止められない。左に行く、左に行く、左に行く。 ここでどっちになるこう来たやつがこうなるかこうなるのかなったらこうなってここまできたらここで止まることはできないんだな2番目に行けない。 こっから左に曲げることができないんだよなだとここで曲げるとこう来たのが左に曲がろうとして戻っちゃうんだんこう来てここでこうするとこう来ちゃうなんだそれこう来て こう来て、こうなって、こうなって、こうなっちゃう、こうなって、こう、こう回したいじゃないこう来たのをこうして、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 こうやって回していって、ここまで来たら、 こうきてこうきたらこうくるからこっからこうくるには曲がらないんじゃないこうきこうきてこれがあるとこっちじゃん違うこうきてこうきてこうきて ここ来れないなこの途中で入れても右曲がると右向いて左え右向いて壁なんで左向いてこ,こういうとこにあると何どんなのなんか無限に振り向き合うのかな 違うえっ、ー、えあそっかこの上にいるから右回転が優先されるのか右回転優先されて右に行くけど左左なんだうんどこに何があればいいこれがなここにあってこう来てこう来て今どの道を通ってんのこうなって。 こうなってるからここは使ってないからここからこう来てこう来てこれを踏んでからこっちに行ってこう来るとゴールいけるのかな難しすぎないか今のステージにいたぞ。 ゴールは2つでこれなのんこれなのあ置けないかこれをここまで持ってこないといけない左戻ってきちゃう。 戻ってくるけど、ここで右にするとこれを下ろしてきて、ここで止まって、右にすると、こう来て、ここで、左、左、だからこうなって、ここに置けないから、これが通り過ぎちゃうってやばいんだな、じゃあ。これを、ここのライン上で上から下に下ろしてくるっていうのをやらないとダメっぽいのかな。 これを下げるけど、下げて、しかもここからこっちにやらなきゃいけないんだね。多分ね。でもここは置けないらしいんだよな。ダメじゃないか。これを先にずらし、これずらすってできないもんね。押したらずっと押しっぱなしに方向転換が入れば話は別なんだな。 いやダメかも。<laughs> 僕この面でもギブアップかもしれん。おっと、ちょっとだいぶ苦手でした。先読みをできないプログラム。プログラム系パズルでもそうか、大体いい先読みができないものなんだっけ 僕のプレイングは頭の中で考えてあんまりこう手を動かすタイプではないので頭の中でシミュレーションした結果を書き出すみたいな方が多いかなだからなんとなく置いてなんとなくトライしてなんとなく繰り返してっていうのは割と苦手ではある。 やりゃいいじゃんっていうのはそりゃそうなんだけど苦手ですとしか言えない。どうすりゃいいんだろうな。最初にどこ行きゃいいのかわからんし、これがこう降りてきてもここで押せないから、これをずらすことはできないから、これをどうやって持ってきていいんだ下に持ってきても見に置けないし、 この辺この剣が解けないから分かんないこれをちょっとだけずらすはやっぱりこの辺に置くべきなんだよなちょっと上にずらしてそっからターンこう,しこうなってこうなってこうなって さらに一個上まで押したところで右向きになるから、右右で下向いて、こう来て、こう来て、こう置くと、これがこう来て、ここまで来るのね。こう来て、ネズミは左に行って、右右にすると、こっからこう下に下ろしてこれるので、じゃあこれを、 下げないといけないから、ね、ま、たネズミが上に来ないといけないので、下ろしてきたら、右、右で、こう来ると、こう来て、こう来て、置き直したところで、右に移動するから、こう来て、ゴールに行けるのかな 気が変になった、まあ、どこでくるそこかここで逆になってるのかここに置かないといけないそこにも置くのかやっぱあれだな僕このゲームの何が苦手かっていうと左回転と右回転が ずーっとわかんないんだろうなーっていう予感がしてるからなんかそこがずっとストレスになるのは嫌だなかなわかんない左と右が <laughs> はいということでこんな感じのゲームですこれもどのぐらいステージがあるかというと23まであります新しいギミックとかは出てきてるなチーズとかあるね チーズとかありながらもやることはネズミはギタた人弾きますけど、みたいな感じだな。ということで、興味がある人は全クリしてみてはいかがでしょうか。ちょっとね、僕は今回の2つは、まあ、not for me でしたというのが結論でしたね。では、お疲れ様でした。